はい、始まりました白いうんちチャンネルの時間です。今回は UNC ワークスの回です。今回の UNC ワークスではテーブルランプを作ってみたいと思います。某先輩がですね、テーブルランプを探しているということだったんですが、なかなか気に入ったものが見つからないということだったので、この際ですから UNC ワークスで素敵なテーブルランプを作って某先輩にプレゼントしたいと思います。それではですね、皆様にはその製造過程をですね、ご覧いただこうかなと思います。よろしくお願いします。某先輩がですね、テーブルランプに求める条件というのが、いくつかありまして、まずは暗いことですね。あとはコンセントから電源を取れるということでした。あとは雰囲気がいい、こんぐらいですかね。それを満たすものを作ってみたいと思います。で、いろいろ材料を買ってきました。拾ったやつもありますが、でプランなんですが、こういった拾ってきた木を土台にしますね、とりあえず。で、これが100円ショップで買ってきた瓶なんですが、これをホヤにしたいと思います。で、これがレセップですね。電球をつけるやつ、まずはこうやってこうやりますね。大体こんな感じになります。スイッチなんかも購入したんで、この辺かわからないですが、とりあえずつけます。あとはコードですね。で、電球なんですが、これはネットで暗いやつを探しました。こういうやつですね。これものすごく暗い電球らしいです。で、どうでしょうか。これがプランですね。で、早速作っていきたいと思います。どっちがいいかな。こっちの方が低い方がバランスがいいような気がするんですが、どうでしょう。まず低い方で作ってみたいと思います。作業としてはこの蓋をですね、埋め込みます。この面と平らになるくらいに埋め込みます。で、あとこのスイッチもですね、スイッチとこの蓋を取り付けるための加工をしたいと思います。で、ちょっとこの部屋では作業できないんですが、とりあえずこの埋め込む穴はですね、これでちょっと開けたいと思います。とりあえず他でちょっと別の作業場に行って開けてきます。はい、というわけで、こんな感じで加工してきました。ついでにですね、スイッチを入れる穴も持ってきました。で、こんな感じですかね。若干大きく開けすぎてしまいました。で、こうですね、こう
ださいダサいんですが先輩が使うやつなのでまあいいでしょうこんぐらいで続いてですねこれ裏側で配線しないといけないのでちょっと配線するなんていうんですかねスペースを作りたいと思いますこのグリグリ穴を開けていけば良さそうな気がしますよしはい、それではこの配線スペースも開けてきましたここを通れば完璧ですねあ、この続きはまた今度ということでよろしくお願いします